試合の総評お願いします。今日はまた大学生との試合になったんで、もう基本的にはメンタル、ここがあの全てだなと思っていたので、そこの話を選手にした上であの試合に臨みましたけど、いい試合ができたのかなとは思っています。でこういったあの大会だからこそいろんなカテゴリーのチームと対戦することになるんですけど、今日我々に落とし穴があるとすると、まあ当然桐蔭横浜大学と対戦した時と一緒ですけど、あのプロだから違いを見せなきゃいけないとか、どうしてもその勝って当たり前って思われるところからの試合になるんで、そういったところでの、まあ、自分の選手たちにおごりとか油断とか絶対ないというのは分かってるんですけど、プロとこの大学生が試合をしたときに、例えばチャンスを作って決められなかったときに発生するネガティブな感情とか、自分たちで雰囲気を少しこう悪くしてしまうとか、いつものリーグ戦だったら気にならないような、例えばそのエラーがこういう試合になったときに大きく感じてしまうみたいなところが、おそらく難しさを生むだろうということを、まあ、今日も同じように選手に伝えて、とにかくポジティブな声を今日忘れずにあのプレーをし続けなさいということを伝えたんですけど、あのすごく良い心構えで試合を始めて、最後まで続けてくれたので、まあ、これでまたこの大会の次のラウンドで進めることになりましたし、今度山形の対戦ができるので、まあ、我々にとってもビッグチャレンジですから、まあ、リーグ戦と並行する中なので大変ですけど、まあ、選手の表情を見ていると、まあ、これあのしっかりあの勝てたって安堵感と、やっぱ次に迎える喜びみたいなのを見て取れたので、いい一日になったなと思います。はい、ありがとうございました。それでは質問に移ります。質問の際には最初に記者名とお名前をお願いいたします。いかがでしょうか。どうぞ。大丈夫です。まあ、今日牧山選手が1ゴール1アシストってところでしたけども、あのまあ今シーズン序盤はこう出場機会がちょっと少なかった中で、まあ、こう目に見える活躍を、まあ、先週のリーグ戦に続いてされたというところで、彼の評価としてはいかがでした。後世のパフォーマンスに関しては、自分がその彼自身がどういう選手であってどう立ち振る舞うべきかが、あのよりこう彼の中ではクリアになったというか迷いがなくなってきたとは思うので、もちろんシーズンの序盤はなかなかチャンスがないとかそういう時期はありましたけど、やっぱりずっと選手を観察してるときに、そういった例えばあのチャンスがなかなか今はない、試合に絡めないというときに、どういうふうに、もちろん僕はグラウンドにいるときの彼らしか見てないですけど、トレーニングの前、トレーニング中、トレーニングの後、どういうふうにそこにいるかをずっと見てきたので、例えば後世は常に自分と向き合って、あのそういうことからこう目をそらすとか何か他に理由を持っていくんじゃなくて、自分と向き合って常にトレーニングに打ち込んできたし、いくつかのポジションをこなしながら、まあ、ここまで来ましたけど、そういった中でやっぱり自分らしさっていうのをしっかり忘れずにできることを増やして今があるので、あの彼の今の一番の課題は90分持つかどうかですけど、まあ、だとしてもピッチに立ってる間にあいつが今見せているものっていうのは我々にとっては大きなものだなと思いますし、すごく今いい状態にあるなっていうのは、ゴール前に出てくる回数も含めて、しっかり見せてくれてるなと思うので、今日の試合の彼のパフォーマンスに関してもすごく嬉しく思います。まあ、あとあの試合はこう前半2点リードして、まあ、ハーフタイムで1人、64分に3人交代して、はいはい、まあ、こうリードしている中で、まあ、3枚替えもちょっとこう珍しいのかなという感じなんですけど、うん、はい、その交代の狙いとか意図っていうのはどういったものか。ハーフタイムの交代は単純にそこのポジションに課題が多かったので、コースともに課題が多かったので、加藤を右に移して、でジャスティンを左に入れる。でもちろんその競り合いもそうですし、こぼれもそうだし、敵陣に攻撃した後のトランジションもそうだし、自陣からの運びもそうだし、後ろの選手もここまではすごくそういう意味では重要な役割をたくさん担っているので、まあ、前半のところで言うと少しあの物足りないな、まあ、そういう試合が不安定になっているなというところが実際にあったので、まあ、変えたというのが一つと、3人一緒に変えたのも、まあ、多少そのボールを持って攻撃するこう機会が多かった試合で、背後の抜け出しもあったしっていうところでいうと、まあ、疲れが出てきたのかなというところはありましたけど、
もっとやっぱりアラートさを忘れずに、すべての局面でこぼれ球も含めて虎視眈々と狙いながらゴールを目指すというところは、巧夢も含めてちょっと薄れてきた。これは動けなくなるまで絶対に続けなきゃいけないことだ。で、交代を決める直前の、左の深い位置から入ったクロスもやっぱり飛び込んでないので、うん、これだけはずーっとトレーニングして伝え続けてきたことなんですけど、得点取ったことはすごくいいんですけど、やっぱりそのアクションがなくなった瞬間に僕は他の選手を入れるべきだと思った。なんでかって、その一瞬でやっぱり勝負が決まるってことをずーっと伝えてきてるし、今日の試合前のミーティングでも映像を作ったやつを見せて、ここに飛び込まなきゃいけないっていうのを伝えてきてたので、疲れて動けなかったのか、その瞬間に少し意識が足らなくて飛び込めなかったのか、ちょっとまだ聞いてないからわからないですけど、あの瞬間に我々としてずっと続けてきたもので作った決定的なチャンスに近い場面で、やっぱ例えばストライカーがここに飛び込めないとなった時には、これはもう次の選手だ。ケースも少し反応が鈍くなったのもあったんで、変えて。で、徳永のところも、まあ、一応今のポジションになってから、まだ3周目だと思うんですけど、今日は少しボールピックアップするところが足らなかったので、近いところに視野が行きがちで、前向きになったときに一番近いところにつけて、後半それでカウンターを受けて、良くない場合があるので、これだったら匠の方がいいと。匠も出場停止があったので少し間が空きましたけど、トレーニングをしっかりやってきてるっていうのと、彼の目をいつも見てますけど、今日もすごい悔しそうにやっぱり準備してたんで、スタメンじゃなくて、だったらこれはもう変えた方がいいと。で、ピッチに送り出したときに、匠が見せてくれたものは十分説得力があって、今日の徳永に関してはちょっと足らない。これでまた競争が、しっかり行われると思うので。やっぱり勝つ試合をどう作るかっていうのと、この流れで出し切るところまで、すべてのよう出し切らないと。誰が相手だと、メンタルも含めて全部出し切らないと、我々はここからどんどん勝っていくチームになるんだっていうことを、この前鳥取の試合の後に宣言した。そこに対してやっぱ努力が足らない選手は、当然試合には絡めないでしょうし、試合の中でもそこで緩みが出た瞬間に僕は、次の選手を控えていくから、変えるべきだなと思ったんで、今日はそれで変えました。よろしいですか。他にいかがでしょうか。もう一個質問とかないですか。あ、じゃあいいですどうぞ。せっかくだ。はい。今日加藤選手が、スタートのところで言うと左に行ってたのも、はい、それもちょっとこういつもとは違いなのかなと思って、そのディフェンスラインの配置とかは何か、まず田中が肩が良くなかったんで、今週はスキップさせて、で残りの選手で見たときに、大輔だったら左もできるだろうっていうところがあったので、トレーニングをして、大輔もちょっとこう浮き沈みのあるシーズン序盤だったんですけど、ここ最近は非常に、とにかくアラートですし、まず守備からってことを言わせてもらって、競り合いもできる、反応も良かった、1対1も負けない、あれぐらいやってくれれば。どこのチーム相手でも僕らはしっかりプレーできると思って、で途中でジャスティンも入りましたけど、やっぱ鳥取の試合の時に途中からプレーした時に、彼の一つの課題とするとやっぱりコンタクトだったり競り合いなんですけど、そこで少しやりきれなかったところがあって、でそれ今日どうかなと思ったら、今日はしっかり競り合いもできてましたし、だからそうやってやっぱりその目の前に訪れたチャンスを何が何でもやっぱり掴むっていう爪痕残すっていうことが、多分途中からこう出る選手っていう、もしくはなかなかそういう機会がなくて、目の前にすごい機会がいたときに、選手にとってはそこだと思うので、今日のジャスティンを見たときに、すごく良いものが見えたので、そうするとまた彼はチームに入ってくるんだろうな。で大輔に関しては、ウィングバックもできますけど、今の位置でプレーするのが一番いいのかなと思っているので、あとは田中が戻ってくれば、もっともっと後ろの選手たちの競争がまたこれで、良いレベルで行われると思う。こうやってチームはどんどんやっぱりレベルが上がるんでしょうし、やっぱりパッとこう試合に出たときに、やっぱりこう課題にしっかり向き合いながらいいものを見せてくれたなっていう選手が増えてきているのは、僕とずっと非常にありがたいので、今日は秋田も点取りましたけど、だちょっと動きがちっちゃい、もっとやっぱり動きをつけながら、ボールを受けてくれっていうのを試合中も伝えてたので、ゴールは決めましたけど、そういったところをもっともっとこうトレーニングの中で改善できるように。なんかこうポジティブなこう課題というか競争は、たくさんあって、またなんかこうチームとして次のフェーズに進んでるような感じも受けるんですけど、っていうのはこう最近のチームっていうのはどういうふうに見られてますか。やっぱり2年目っていうところが
あの1年目でもう僕らは十分もう負けたよなって話を今日もして、もう負けながら歯食い縛って、ね、上手くなろう、強くなろうって続けてきたものが、今にも基本的にはつながっている部分が多いはずだから、ここから勝ちながら反省して、やっぱりレベル上げてるっていうのが、僕らが進みたい方向だと思うんで、やっぱ平とかにしてもどんどんたくましくなってると思うし、左でも右でもしっかりプレーができて、そういう選手が増えてきているのは、まあ嬉しい限りですから、から瞬間的にまだまだ出てしまう、ね、あの緩みみたいなものがありますけど、トータルで見るとレベル上がってるなって感じる部分が多いので、でこれはあの彼らの努力の賜物だと思うし、サポートしてくれている、ね、コーチングスタッフのおかげだと思うし、でこれをやっぱり止めずに、緩めずに、やっぱり突き進まないで、もともとみんな J3 でこうキャリアを終えたいわけでもないでしょう。上に上に前に前にっていうのを、とにかく目指し続けて、また明日も練習でやりますけど、そこも含めてチーム全体で強烈に前に進めていけるように、まあ、自分もしっかり準備をしたりメッセージを出して続けていきたいなと思います。はい、どうぞ。あの共同通信でした。はい、あの先ほどビッグチャンスという話がありましたけど、次の山形戦に向けてどういう姿勢で挑んでいってほしい。今日と逆のだから立場に基本的にはなると思う。当然相手のことはリスペクトして、まあ、相手の監督は僕の高校の大先輩ですし、相手のコーチは僕の、あの、なんだろうな、メンターみたいな人なんで、ずっとお世話になってきた人だし、でクラブとしても自分たちの存在をアピールするっていうのが、すごく大きな舞台なんで、十分準備をした上で、あの勝つために必要なことを全てできるようにしたいなとは思ってます。ただ前後に、リーグ戦が入ってて、まあ、そこの移動も含めてかなりもうすでにタイトになるのは分かっているので、ここは難しいところではありますけど、どの試合にどういう形で、ね、人を置いていくかっていうのは、これはまたクラブと話をしなきゃいけない部分なのかなと思うので、まあ、リーグ戦も結局すごく重要で、天皇杯もすごく重要で、でもこの過密な日程の中で移動が入って深夜の移動が入ったりすると、選手の状態っていうのは常に良いところには置けないので、で、ここの移動どうしますかとか、いろんな話を、この試合終わったらしようかなと思ってたんですけど、せっかくね、山形まで行ってね、上のカテゴリーのチームと戦えるわけなんで、やりたいなと思いますし、出たいな、俺ここでチャレンジしたいと思う選手も多いと思うんで、ねぎらげする形で思い切ってこう、ベストメンバーでぶつかれるような状態を作りたいなと。思ってます。でこれがやっぱり天皇杯みたいな大会の、まあ、醍醐味だと思うので、ちょっと今回もそうですし、前回の東京の大学もそうですし、どちらかというと我々がこう向かってこらえる立場ですけど、僕ら我々の方が向かっていくんだということで、まあ超えた部分もありますけど、今度は明確に我々は相手をリスペクトしているのを思いっきりぶつかれる立場なんで、そういった試合が作れたらいいなと思います。他にいかがでしょうか。よろしいですか。はい、では以上をもちまして、SC 相模原戸田和幸監督の監督会見を終わりにしたいと思います。監督ありがとうございました。